数学ってすごく面白いんですよ。こういうのが数学の面白いとこだなって思います。はい、どうも皆さんこんにちは。スターディーの河野玄斗です。今回のテーマは面白いですよ。今回は四平方の定理、あの有名な三平方の定理ってあるじゃないですか。三平方の定理じゃなくて四平方の定理、こんな定理があるっていうだけですごくワクワクしてくると思うんですけど、その三平方の定理と四平方の定理の背景を考えると、実は五平方の定理、六平方の定理、点点点っていうね、まあ一般化して N 平方の定理を導くことができるんですね。それについても話していこうと思います。本当にね、数学ってすごく面白いんですよ。このことをきっと分かってもらえるんじゃないかなと思います。ということで四平方の定理、早速やっていきましょう。はい、それではやっていきましょう。四平方の定理、まずね、三平方の定理を30秒でパッと証明させてください。この OA の長さ A、OB の長さを B としてあげて、はい、こんなものを作ってあげるんですね。すなわち、ここが A、B、A、B、A、B と。そうすると、この中の四角形の部分が正方形になって、その A、B を一辺とする正方形。だから、この面積が A2 乗プラス B2 乗であることを示せばいいと。これ全体から周り4つ引いてもいいし、はたまた、この三角形をここに移動させて、同じように、この三角形もここに移動させると。いうことによって、このね、正方形の部分が、ここの2つの正方形の面積に移動できるわけですね。全体から三角形4つ分を引いたもので一緒だから。で、ここの面積っていうのは一辺 A、ここ一辺 B だから A2 乗足す B2 乗で、この面積が求められるというわけですね。まあ、とにかく、三平方の定理っていうのは、これの2乗足すこれの2乗がこれの2乗というわけですね。じゃあ次、四平方の定理っていうのはどういうものかっていうのは、これっていうのは、ここの部分とここの部分とここの部分、全部互いに直角の場合に成り立つんですね。OA と OB、OB と OC、OA と OC が垂直の時に成り立つと。その四平方の定理がどういう定理なのかというと、この三角形 ABC の面積を求めるときに使えるんですよ。ちなみに、ここの部分、OA が1、OB が2、OC が2となる場合っていうのは、実はね、何も考えずに小学生の範囲で解けるんですね。だから結構有名問題ではあるんですけど、ぜひね、挑戦してみてほしいなと思います。これは最後に解説するとして、はい。この四平方の定理っていうのはどういうものかというと、この面積を S とするじゃないですか。それで、この周りの三角形 OAB と OAC と OBC の面積を、それぞれ、じゃあ OAB を S1、OAC を S2、OBC を S3 としますか。要は S の2乗イコール S1 の2乗足す S2 の2乗足す S3 の2乗と、この3つの平方の和でこれが表せるよ。これを4平方の定理っていう風に言うんですね。はあ、これが4平方の定理なのか。へえ、まあ確かに4つの平方だもんなっていうことですね。まあ証明は簡単で、こう垂線を下ろしてあげると、ここ1とすると、この S っていうのは AB かける CH の半分ですよね。だからこの S の2乗っていうのは4分の AB2 乗かける CH2 乗になると。で、この CH の2乗の部分っていうのは、これ OHP って引いてあげると、ここも垂直になると。これも直角三角形になるから、CH の2乗っていうのは OH2 乗と OC の2乗の合計になるんですね。で、ここも垂直なんですね。OH と AB は。だから、4分の AB2 乗かける CH2 乗が OC2 乗足す OH2 乗と。はい。で、この AB の2乗かける OH の2乗の部分がこの S1 のところに変わりますよね。ちょっと4分のっていうのは飛ばして、そうすると4分の、あと AB2 乗かける OC2 乗というところが残るわけなんですけど、この AB2 乗もさらに OA2 乗足す OB2 乗に置き換えられるじゃないですか。そうすると、OA2 乗と OC2 乗の積の部分が S3 かになって、OB2 乗と OC2 乗の積が S2 になるということで、これが導かれるわけですね。あ、の2乗、2乗、2乗と。はい。あ、ここ2乗か。すいません。こういう風に簡単に中学生の範囲で導かれるんですけど、高校の範囲になったら、ベクトルでやってあげたいですね。まあ、そのベクトルやってない人は、へえ、ベクトルでもできるんだってのを押さえておいてほしいんですけど、ここの部分を A、B、C という風に座標を置いてあげて、あとはこの AC ベクトルと AB ベクトルっていうものを座標で置いてあげて、三角形の面積の公式にバーンと代入してあげれば終わりと。まあ、ベクトルやってない人は聞き流してください。いずれこういうことができるようになるんだな、ベクトルってすごいんだなっていうことを頭の片隅に入れといてもらえるといいかなと思います。でね、この四平方の定理。まあ、これはこれで、へえ、こういうものがあるんだっていう風な感じなんですけど、実はね、一般化すると N 平方の定理に応用できるんですよ。どういうことかっていうと、
はい。三平方の定理って直角三角形についての公式でしたね。要は互いに直交する A と B の長さの直線に対して、ここの斜辺の部分が2乗すると A2 乗プラス B2 乗。まあ、要はルートってことですね。の大きさですよっていうことがわかると。じゃあ、この四辺方定理っていうのは、互いに直交する、例えば A、B、C だとすると、これの面積の2乗足す、これの面積の2乗足す、これの面積の2乗が、これの面積の2乗ですよってことがわかるわけですよね。結構似てないですか？似てますよね。要は、互いに直交する2本のものなのか、これ3本のものなのか、これ2次元で考えてると。これ3次元で考えてますよね。そうすると、こういう、これの2乗足す、これの2乗足す、これの2乗イコール、これの2乗っていうのは成り立つんですよ。これね、実は、2次元、3次元って来て、容易に想像ついたと思うんですけど、4次元、5次元、6次元っていう風に次元っていうものを増やしてあげれば、これいくらでも何平方の定理っていうのができるんですよ。4次元にしたら5平方の定理ですね。これはどういうものかっていうと、互いに垂直な3本にさらに4本目、これちょっと僕書けないんですよね。残念ながら僕4次元に生きてなくて3次元に生きてるので4次元目っていうものが書けないんですけど、まあ4次元目っていうものが書けたとしましょう。これとこれ、これとこれ、これとこれ、まあ全部お互いに垂直だった場合に、これ同じように5平方の定理っていうのが使えるんですよ。っていうのは、この4点によって構成される体積っていうものがあって、その体積の2乗っていうものが、4つのうち3つ選んだものの2乗を足す、3つ選んだものの2乗を足す、3つ選んだものの2乗を足す、3つ選んだ2乗。要は4つのうち3つ選ぶのは4通りあるじゃないですか。その4通りの3つ選んだものの体積の2乗を全部足してあげたものの合計が、この4つを結んであげた時の体積になるわけですね。言いたいことわかりますか？これの体積の2乗みたいな感じでできると。要は、こんな感じで表せるというわけですね。へえ、5平方の定理、こんなものがあるんだ。要は2次元、3次元、4次元、6平方って書いたら5次元ですよね。6本の互いに垂直な線を6つ置いてあげると。そうした時に成り立つものなんですね。こんなものがあるんですね。つまり、3平方の定理っていうのは、こういうたくさんある N 平方の定理、まあ多平方の定理っていうふうに言われるんですけど、多平方の定理の2次元版に過ぎないんだってことですよね。これすごい面白いですよね。こういうのが数学の面白いところだなって思います。こういう風に拡張していく。こういうことができるのが数学なんですね。すごく面白いですよね。じゃあ最後におまけとして、この長さが1、1、2の場合のここの面積ね。まあ4平方を使えば一発なんですけど、実はこの場合はこれ展開図が書けるんですよ。こういう風に展開図が書けるんですね。1、1、2、2、1、1と。これ想像してください。こことこことここを、まあ、この部分を底面として、パタッパタッパタッっていう風に、この頂点の部分で折りたたんであげると。そうすると、ここが地面に来てて、O の部分が頂点に来ると。こことここが重なって、こことここが重なって、こことここが重なるというわけですね。そうすると、2、1、1のものができる。だから、これ、あとは全体、これ4から、この面積1、面積1、面積2分の1を引いてあげることによって、はい、面積が4-1×2-1で、2分の3という風にできると。まあこれ小学生の範囲で解けるんですね、実は。っていうのは、ちょっとしたパズルということで。これもまた面白い話ですよね。はい。ということで、今回は4平方の定理について扱っていき、その後ね、さらにそれを応用させて5平方の定理、6平方の定理っていうのを説明する中で、3平方の定理っていうのはその2次元版に過ぎないんだっていうことを説明していきました。もし面白かったよっていう方は、ぜひチャンネル登録、高評価、あとコメントにこういう動画撮ってほしいっていうのを残してもらえると嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。